写真拡大。阪神秋山拓実投手28が14日大阪府内のスポーツ桜井大東店で行われたトークショーに出演した。開幕投手を6度になった男の魂は俺が継ぐ。秋山が契約するローリングス社が協賛で行われたトークショー。同社と契約し虎の屋台骨を支え続けたメッセンジャー氏は今季限りで現役引退した。同じメーカーの道具を使用していたのも何かの縁。復活を期す右腕がポストメッセに名乗りを上げた。今年限りで引退したメッセンジャーもローリングスと契約していた。今度は僕が阪神の代表としてやっていきたいですね。メッセンジャー氏との縁はメーカーだけではない。10歳年上ではあるが、実は2010年入団で同期という縁もある。10年間プレーを間近で見てきて、練習を行う姿勢、試合に出る準備とかを見てきた。試合への熱い思いもね。自分優位に戦うようにしているのはメッセから学んだことと感じるものは大きかった。引退に伴い先発枠に一つ空きが出た。ただ秋山は6番手に滑り込むのではなくローテの中心で回ることを強調した。来年はガルシアもしっかりやってくるでしょ。滑り込みというより中心で回りたいし、カード頭くらいの気持ちでと気合10分だ。今季は昨年10月に受けた右膝クリーニング術の影響もあり、患部の状態を確かめながらのプレーが続いた。一軍では10試合に登板し4勝。現状には満足していない。先発として2年前にした2桁勝利は絶対条件。180イニングというのは高い目標だが、普通にやればできると思う。開幕からローテ入りし、メッセンジャー氏の抜けた大きな穴を埋めてみせる。